後半戦は信州大学のキックオフで再開する形になります。信州大学のキックオフで後半が開始します。信州大学4番の山下です。若狭高校出身3回生のキッカーが蹴り出しました。14番の江花が蹴ります。日大三高の3回生です。さあ岐阜大17番がリターンに入る。岐阜大学リターン側は17番最大から駆け上がらんという状況でした。しかし走路が阻まれまして岐阜大学陣に32ヤード間の攻撃となります。リターナー17番は榎本でした。南山高校出身2回生です。岐阜大学陣33ヤード付近からのバスタ岐阜大学陣33ヤードからのファーストアウト。何枠9番にハンドオフ。密集点体をねじ込みまして約4ヤードのゲインに変えております。セカンダーファーストダウンまで残り約7ヤード。岐阜大学セカンダウン6。ここで右に展開していく17番にパスを通りましたが、この右から新州大7番がパスカット、あわやキャッチすればインターセプトという素晴らしいディフェンスを披露しまして、このプレーを阻んでおります。岐阜大学サーダウンファーストダウンまで残り約7ヤード。岐阜大学サーダウン6。パスカットしましたのは7番の横内でした。ここでオプションプレーで左方向に展開。ピッチしましたランニングバック、タックル受けながら相手を引きずりながらエンドゾーンを先制しました。攻撃権更新果たしました。岐阜大学ファースター岐阜大学自身46ヤード付近からファースター。さあ攻撃権更新になりました。岐阜大学自身46ヤードからのファーストダウンテ。キャッチャントラ17番スピードに乗って約4ヤードのゲインに変えております。17番でした。17番の江本がゲインしております。岐阜大学セカンダウン6、ボールオンハーフウェイ。ファースターです。クォーターバック13番でしょうか。クォーターバック15番プレーアクションからパスを取りようと構えましたが、ディフェンスのカバーがいいと判断し左方向に流れながらスクランブルに転じました。この判断が功を奏しまして攻撃権更新になっております。岐阜大学ファースター見事な攻撃権更新果たしましたが、15番のプレーヤーのです。15番の三輪でした。自山高校出身の2回生です。岐阜大学相手陣36ヤードからのファーストアウト。岐阜大学右サイドへの岐阜大仕掛けました。リバースプレー、一旦逆サイドに振ってその反対側から走り込んだレシーバーにボールをハンドオフし、相手を
ひっくり返すように返す走るリバースプレーで展開しまして約7ヤードゲインとしています。岐阜大学セカンダーバスタンまで残り約3ヤード。岐阜大学セカンダー39番を入れていました。そこから左方向へのパワープレイ、コーパースイープが見事決まりまして攻撃権更新です。岐阜大学ファースター、クォーターバックの位置に他のバックスの選手を入れるワイドキャップフォーメーションといいます。 NFL で視覚が用いられるこのトリッキーなプレーを展開しました。さあ相手陣8ヤードからファーストアウトゴー。行くだよ。さあ左方向のプレー、キャリアはランニングバック9番クリンボル、キャリア9番にハンドオフさせまして左オープン展開を図りました。約2ヤードほどゲインになっている模様です。セカンダーに変わります。約2ヤードほどのゲイン。岐阜大学セカンダーゴールまで残り約7ヤード。岐阜大学セカンダーゴール。そしてタッチアウトトライフォーポイントに入ります。トライフォーポイントキック成功、さらに1点キック成功し1点追加。岐阜大学7点、九州大学0点。まず岐阜大学がこの均衡状態を打開するタッチアウトやかましい成功しております。岐阜大学7点、九州大学0点となりました。ここまでこのシリーズは非常にこのリバースを多用する形になりました。モーションからのジェットモーションスイープ、さらにこのリバースプレーによりまして17番の走力が見事にいきまして、この先制タッチダウンにつながっております。岐阜大学のキックオフで試合が再開されます。さあまず後半の策、最初に実りましたのは岐阜大学でした。キッカーは15番返す刀になります。信州大このシリーズ活かせるでしょうか。キックオフリターンに注目しましょう。リターンに入った。ゴールデン得点から収集大学右方向展開を図りまして、リターンの収集大学1番山内君でした。この位置からの攻撃になります。収集大学自陣25ヤード付近からのパスタ。信州大学自陣25ヤードからのファーストアウト。32番なんとか振り向き左オープン展開を図りましたが、しかしノーエイセガンダーに変わります。9番藤本君でした。仕留めましたのは岐阜大学9番の藤本でした。
信州大学セカンダウンセカンダウンファーストダウンまで残り約10ヤード。スクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスしかしこのパスわずかにショートし32番キャッチできずサーダーに変わります。ファーストダウンまでは残り約10ヤード。信州大学サーダーに転パスを投げましたがパス失敗です。ここでプレーアクションから奥に走り込んだ81番にパスを投じましたがディフェンスにカバーされパス不成功。フォースダウンに変わります。信州大学フォースダウンパントフォーメーションもし信州大学フォースダウン点パントフォーメーションを取ります。このパントは岐阜大学陣45ヤード付近でとどまりこの際コース交代となります。攻撃権変わりまして岐阜大学に変わります。岐阜大学自陣44ヤード付近からのファーストダウン。岐阜大学自陣44ヤードからのファーストダウンで前進を阻まれております。ランフェイからクォーターバック左に展開し自らの総力で前進図らんというところ、しかしこれは信州大25番見事に対応しましてロスに変えております。失礼しました、ノーゲインに変えております。25番が星野でした。マキ高校出身の2回生です。2ヤード下げまして信州岐阜大学セカンドアントキャリアはランダック9番クリモト中央突破しまして約な、8ヤードのゲインとしています。岐阜大学サーダン残り約3ヤード。なんとか確保しようとし最終ランニングバックが抑えましてそこから突破図らんというところ、しかしこれは信州仕留めましてフォースダウンに変えます。岐阜大学パントフォーメーションを敷いています。パンターは40岐阜大学フォースダウン13パントフォーメーションを取りました。パントは外へ蹴り出す形になりまして信州大学陣35ヤード付近でコース交代となります。攻撃権変わりまして信州大学に攻撃権移ります。
信州大学1時35ヤード付近からファースト。信州大学1時35ヤードからファースト OK。信州大学パス失敗。ウォーターバック8番プレアクションからロングパスを投じようとしましたが、ディフェンスカバーよくパスを投げ捨てる形になりました。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。信州大学セカンドダウンって中央にさあランプレーを投じましたが、これは岐阜大許しません。ダニワクの番号ノーゲインとしましてサーダウンに変わります。新州大学サーダウンファーストダウンまで残り約10ヤード。新州大学サーダウン10。不成功です。新州大学パスを投げましたがパスは失敗。左スプリントアウトからパスを投じましたがコントロール乱れパス不成功。フォースダウンに変わります。新州大学新州大学フォースダウンでパントフォーメーションを取ります。このパントは外へ蹴り出す形になり、ボールがサイドライン割り近く攻守交代し、岐阜大学陣37ヤード付近で攻守交代になります。攻撃権変わりまして岐阜大学に攻撃権移ります。さあ双方膠着状態に入ってまいりました。この状況を打開するのは果たしてどちらの攻撃でしょうか、あるいは守備でしょうか。信州大学ファーストダウン10。失礼しました。岐阜大学ファーストダウン10。さあここでトラブルが発生しています。クォーターバック、ラインナップにハンドオフをする際にボールをロストしました。抑えましたが、しかし結果的には交代する形になっております。岐阜大学セカンダー。ファーストダウンまで残り約13ヤード。岐阜大学セカンダウン13。ランニングバックを投入しました。マンパワーで押し切る形で約4ヤードから5、約7ヤードほどのゲイン、7ヤードほどゲインしています。岐阜大学サーダウンファーストダウンまで残り約7ヤード。岐阜大学サーダウン7。
バースター宮城が再びジェットモーションからのスイープレーを展開しようとしました。17番の総力でここの状況打開図らんというところ、しかし今度は九州大ディフェンスフロントを踏ん張りまして、このランを阻止、フォースさんに変えます。タックルしました73番のプレイヤーのようです。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターが終了しました。第3クォーター終わりまして、信州大学は1点、岐阜大学7点、関東7点、その差ワンタッチチャンスで第4クォーターに移ります。方向入れ替えてゲームが続行されます。